ギョビーうわーうわーうわー彼女が欲しいよ彼女が欲しいクソ結局この夏も彼女ができなくてもう気づけば31歳ですよ彼女いない歴31で彼女が欲しい彼女が欲しいんだよ俺ははい、ということで、本日もアプリの、宣伝をしていきたいと思います。はい、本日紹介するアプリが、こちらですね。ポン。はい、この右下の、ある、この、LINE そっくりのこのアイコン、Fine でございます。iTunes、APP ストア、そして、Android ストアで両方でリリースされているアプリで、まあ、これやってみましょう。簡単です。はい。とりあえずですね、こう、写真で、押したらですね、これのファインに登録してる女の子がこうザーッと出てくるわけですわ。これがザーッと出てきて、これ例えばこのポツって押すでしょ。押すとトーク開始するって言って出るんで、であとは簡単これに、はい、こんにちはって送ると、ほらどっかで見たっていうか LINE だよ LINE。 要はこれはなんかちょっと LINE 風に女の子と出会えちゃうアプリっていうことで、この、なんていうのこの GUI。この GUI だったら、もう女の子も別にやりやすいし、なんかすげえ、出会えるアプリらしいです。今日はじゃあこれ、初めて使うんだけども、これを使って、女の子とアポを取って、で、頑張ってね、デートまでこぎつけたいと思います。さあ、でも今回はね、初めて使うアプリだから、やっぱなかなかね、女の子と出会えるかって言ったらやっぱ勝手もわかんないしね、難しいかもしれない。でも今回はダメかもな。今回は女の子とデートできないかもしれない。今回厳しいかも。でも頑張ってみる。頑張ってみたいと思います。はい、ということで、東京はね、もうど真ん中、市ヶ谷まで来ましたよ。中央線、総武線の市ヶ谷駅まで来まして、今日はそのファインで、連絡取って、女の子と約束したんだけどね、一緒になんか釣りできるっていう、なんか釣りガール釣りガール、なんか釣りが趣味って書いてあったから、いや、でもなんかね、ここまで来るとね、釣りってそっちの釣りじゃないよ。釣りな気がする。いや、嘘でしょ。桜やらせ、絶対ね、そんなね、釣りが趣味の若くて可愛くておっぱいお経なので俺いないと思ってるから、一応ね約束してんだけどね。市ヶ谷駅で、もう駅これ改札ここしかないから、なんかね、白いブラウスを着てるっつったな。俺ね絶対ね、今時ね釣りが趣味のね女の子なんていないから。なんかね、ブラウスだな、一応白い。おっぱいもあるぞ。いや絶対違う。どっちだ。いや待って、とりあえず行ってみようか。すいません、間違ってたらごめんなさい。もしかしてファインの直美さんですか。はい、そうです。もしかしてヒカルさんですか。はい、そうです。はじめまして。よろしくお願いします。嘘、本当に釣りが趣味なの、はい、プロフィールに書いてある。そうなんですよ、釣り大好きで、はい。嘘、全然見えない。そんな今日はちょっとデートっぽくしてきました、ね、すごい、はい、めちゃめちゃ可愛いです。わあ、めっちゃ嬉しいな。いやなんかこれに、はい、その東京のど真ん中なんですけど、なんか釣りができるスポットがあるらしいんですよ。ぜひ今日ちょっとそこに来ませんか。ぜひお願いします。僕一応タックル、はい、2本持ってきたんで。さすがです。はい、じゃあ、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。やべ、めっちゃかいやすごいなファイン今日天気良くて良かったです、ね、もう今日もう最高の天気です。活性も上がってますよ、はい、本当ですかここが東京ど真ん中の
弁慶フィッシングクラブらしいです。すごい、なんか高速道路があって、そう、すごい、こんな都内でバス釣りできるって初めて知りました。なんか雷魚もいるみたいですよ、はい、雷魚釣りたい。これはマイ自分のやつですね。はい、可愛くないですか。可愛い、はい、ハルシオンってメーカーのやつです。なんかでもその服につけるとなんかちょっとエロいですね。本当ですか。まあ、あまりこういう服で、そうですね、釣りしたことないからね、どんなイメージかわからないですけど。大丈夫です。あ、でもすごいいい感じ、はい、あ、本当ですか。ベイトの方がやっぱその重くて大きいルアーを投げれるっていうのと巻く力が強いっていう、なんか重いプラグを投げるときはベイトが主流ですね。琵琶湖とかだったらもっと釣れますか。琵琶湖は日によりますね。 あと場所によって全然違います、釣り方が。本当にバスっていろんな釣り方とか狙い方があって、それこそなんか見えてるバスをなんかその狙い撃ち1時間ぐらい狙って撃つみたいなもやるんですよ。要はその産卵のためにその見えるところにバスが産卵場を作って、そこに手を入れて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 僕の顔のルアーなんですよ、すごい。はい、ということで、はい、釣れませんでしたね。残念でしたね。でもバスいましたね。見えましたね、はい、見えたは見えたんですけど、うん、残念でした。いや、一匹ぐらい釣りたかったですね。あ、釣りたかったですか。はい、あ、私、はい、かなり魚釣れる場所知ってんですよ、実は。え、はい、今からですか。今から行ってもいいですか。え、今から釣れるんですか、この時間から。今から釣れちゃうんですよ。あ、じゃあ、本当ですか。だいぶいい時間だと思います。今から行ける場所ですかね。そうです、行ってもいいですか。そこ、はい、ぜひ。じゃあちょっと案内します。せっかくだから釣りたいですよね、はい、よし、じゃあ釣るぞ。よし、よろしくお願いします。はい、なんかさっきの市ヶ谷から、はい、超近い新宿ですけど。そうなんです、はい、ここにあるんですよ、とっても釣れる場所が。あ、もう見えてきましたよ。本当ですか。はい、どうぞ。完全ビル、新宿に直結してる、これビルの中ですけど。いや、こんなところにあるはずがないと思うんですけど、すっごいいいところあるんですよ。ここで釣れなきゃやばいですね。やばい、やばいですよ、やばいですよ。あ、着いた。じゃーん、楽しいを釣ろうって。船、釣り船、茶屋、ザウオ、はい、あ、これだ。え、どういうこと、どういうこと。なんか餌を買う、釣る、釣れた魚をスタッフへ調理開始、はい、あ、釣れたんじゃないですか。釣れたんですよ、これちょっと、じゃあ行ってみましょう。はい、これ釣れたんですよ。こういうことですよね。さあ、恥ずかしいやつ、はい、来ました。あ、これだ。すごいすごい。あ、はい、あ、エビなんだ。はい、こちらが太陽のエビなんだ。はい、太陽のエビ。ちなみに今日、バス釣りで1回も当たりがないじゃないですか。はい、当たりぐらいは取りたいです。そうですね、当たり取りたいですね。
めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。行ってください、行ってください。おお、釣れてる、釣れてる。おお、釣れてる、釣れてる。おお、すごい、すごい、すごい。おお、すごい、すごい、すごい。そんなすぐ、そんなすぐ。釣れました。楽しいですね。すごい。じゃこれ、これ何ですか、ちなみに。これは、タイだ。タイです。すごい。あ、そうだ。今、思い出したけど、これ釣ったらリリースできないんですよね。え、と言って僕も釣れちゃってる。はい、おめでとうございます。あれこれじゃあリリースできないですか、これは。はい、あ、ちょっと俺も釣れちゃった。はい、おめでとうございます。やったやった。釣れたというか、釣らされたというか。やったやった。ナメさんが大学生になりました。おめでとうございます。という感じで今日一日ありがとうございました。お疲れ様です。乾杯。いただきます。あ、美味しそう。うわ、すごい。いい飲み。あ、美味しいです。うまい。あ、うまい。すごい。お作り、美味しそうですね。うん、なんか美味しい。やっぱ生きただけあって、なんかまだ筋肉がすごいついてる感じ。そうですね。はい、美味しい。歯ごたえがあって、ね、美味しいですね。めっちゃめでたい雰囲気出てます。なんかすごい来年いいことありそうな気がする。いや、美味しかったですね。美味しかったです、ね、美味しかった。いやー、ほんとすごい幸せでした。いやー、もうタイ、もう結局でもタイ2枚釣りましたかね、はい、そうなんです。もう今日勝ちですよ、僕らの。相当勝ちです。そうそう釣れないですかね、はい、タイなんて、はい、すごい楽しかったです。いや、楽しかった。いや、ほんとに、ありがとうございました。いや、ほんと、はい、いや、超たでもなんか、あれですね、こんな楽しい時間がなんかもう終わっちゃうのは寂しいですね。確かに。もしよかったらなんですけど、はい、ここそのワシントンホテルないじゃないですか、はいはい、ワシントンホテルでなんかちょっと部屋取って、でなんかお部屋でお酒買って飲み直したりとかしませんか。いや、すいません、なんか今日出会ったばっかなのですいません。あの、ま、でも釣りは楽しかったのでまた釣りするって感じで、はい、またよろしくお願いします。今日は、あ、今日はありがとうございました。そうですよね、はいはい、今日の今日では、そうですよね。そうですね、すいません。そう、あ、いや、こちらこそ、いや、こちら本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。いや、もうまたぜひちょっと釣り一緒に、はい、行きましょう。お願いします。じゃあまた連絡、また、はい、また失礼します。 ありがとうございます、はい、あ、気をつけて帰ってください、はい、すいません、はい、ありがとうございます。まあ楽しかったけどね、楽しかったけど、楽しかったから俺の勝ち。ファイン最高、柴田でした。